お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちら遅延スキラデッキの陸カタカタバージョンですね、はい、やっていきたいなと思います。現環境まあ陸が多いの、まあ別に空がいないわけではないんですけど、バルーンとかラバーもいるんですが、こうまあペッカ工場が今すごい増えてきたりとか、まああとはエリババですね、まあキエトがいるというわけで、このベビドラがねあのダークプリンスになりましたっていう、すごいそこ変えんのみたいなね変化が起きた、このまあ陸ですね、ナイトとダックプリ、そしてタルババがあるので、まあ陸行きはもう強いよっていうね、このスケラデッキが今熱いらしいので、まあ、やっていこうかなと思います。そしてまあ600ぐらい沼ってたトロもまああのほぼ今季最多ぐらいまで行って73は行ったんですけど、ちょっと今落ちたところにねまあいるっていう感じですね。まあそんなわけでやっていきたいんですが、このねスケラが結構理にかなってまして、その陸に強いけどじゃあ空どうすんのってなるじゃないですか、アイスイズしかいねえじゃんと。ですがテスラなんですよ、テスラだから意外とラバにも戦えるんですよ。ラバと、まあ、あとバルーンか、まあ、バルーンはまあ施設プラス取れねえであるので、まあ、なんなら神相性だと思うんですが、ラバにもねテスラとそしてファイヤーボールがあるので結構戦えるんですよね。あとはラバデッキは基本的にやっぱ陸行きがきついので結構ダークプリンスが刺さったりするんですよね。なんかラバって墓石とか盾の戦士とかバーバリアンとかが多いんですよ。だからダクプリの受けっていうのがきついんですよね。っていう感じでね意外と環境にね刺さってるすげえ形のねマスキャラですね。とりあえず陸系ですね、ゴレエレジェイペッカ、まあなんかその他もろその辺をね倒す用のデッキです。さあ今回相手はあれだ、バルーンフリーズだ。これ5来るかな、いや、あれなんか俺沼った時のまだ余韻が残ってんのかなそんなことある、いやいらなかったな。なんならフリーズされてってもされ5なんかなんていうんですか、フリーズもし打たれてたとしても一発入ってましたもんね今のタイミング一番下手なタイミングでしたよね。さあタルババ返し、これはねタルババを同じように打ったんですけど僕のが入ります。で相手、おお、インドどこ行く、待ってインド逆サイターパカ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 、まあまあまあ、テスラこれダックプリね、お待ってダックプリは逆、俺反対に出したね。さあこれは美味しくキング起動させていただきます。あれ勝ったんじゃない、僕もねこの対戦相手の、バルーンフリーズ使ってそうこのデッキを使って73行ったんです、対戦相手のねデッキ使って行ったんですけど、あの使い始めた瞬間ぐらいから、あ待ってミスった待って沼ってるプレイが腐ってる俺、やべマジでやばい、本当に申し訳ないけどさすがに神相性すぎて負けねえ。いやいい、こういうとこにフリーズとかしてくるんですよね。いやいいライドラちょっと邪魔なんでね、ここでおさらばしてテスラ大事に、テスラ最強でトルネ使っても一応ファイブあるからなっていう感じなんですけど、ちょっとやべえな、これテスラで一発落としてあげたら大丈夫、あぶね、いや待ってもうプレイめっちゃ下手、ちょっと待ってめっちゃ下手俺今、いやでもこれはね相性の力で押し切りたい、さすがにこれは負けられないっすよ、本当に負けられない、どうやったら負けられるのっていうような試合ですね。インドラがちょっと厄介ですか、いっちゃおう、スケラ打ってあんなテスラとか置いちゃおうかなこんなテスラあんま見ないっすよね、いやでも置いてるだけで相手からしたらきついと思うんだよな、いやでも受けがうめえな、ファイブっちょ、よしよしよし、でまあもう一回ねスケラ打ちてえな、でもスケラのダメージが思ったより通らんすね、このライドラビビドラランバーで守られるとスケラが意外と通らないっていう事件っすね、範囲攻撃マシマシなんでね、うん、いやでもこれは陸行きもきついぞ相手、今攻め取るしてもよかったな、よしよし、いやそこそこ入るを繰り返して
ちょっと勝ちたいっすよね。これ勝たなきゃダメなんですよね。なんなら逆に。逆サイ気をつけて。なんなら逆サイなんかダメージ受けた。テスラ植えとこ。テスラ植えてちょっと2周目植えたいな。いやドラゴン多いな。マジで。あんなドラゴン重なることあるっていうぐらい。さあもうスケフリ打っていく。で攻めファイブもいるっすね。僕もタイブレイク。待ってボール。オブレ。ファイブ。いやもう一周だな。もう一周です。フリーズも来るか。防衛取るねだけ。ライドラ我慢。一発入るな。ナイスいけ、ナイス。ふあああれちょっと待って、俺今日下手だな。動画撮ってんだけどな。あれなんかいや神相性だと思うんですよ絶対に。いやそうなんですね。なんか序盤ね、すんげえ高めの高めのテスラとかなんかトルネードバルーン相手に平気で使っちゃうとか、ああいうのダメですからね。ああいうのしてるとこんなことになりますからね本当に。まあでもまあ相手のスケラを受けてのあのなんかドラゴンのカウンターもなんか怖かったですよね。スケラ受けがうまいですよね。なんかもっと刺さってもいいように思うんですけど、全然ベビドラだったり、あとライドラランバーでねしっかり徹底して守られてた、まあ、気がするんですけど、まあ神相性ですよねっていう。大事大事、相性大事ですからね。よし、いや次こそは華麗にね勝利を決めたいですね。あヤーソン 2.6 億ですね。26はねポイズンだとねめっちゃ嬉しいんですけど、僕が5なんでね、間のスケとかに結構防衛されるんですよね。スケウッドとかに結構スケの防衛って強いんですよね。スケラ、さあスケラを打ちたいが、さすがに勝てるんじゃないのっていう思いはある。どうなんだろう、相手の方が通んないですね。だから僕のスケラがどれぐらい入るかで、上手い人ってマジ大砲とスケとかでめっちゃ守ってくんの、全然通んないんですね。あすげえ出た、この高めマスケで、あのでホグマスケでマスケホグっていうのか、マスケを刺しに来る攻めですね。これやばいっすよね今の。もう意味わかんなくないですか。ホグがマスケット重視押すんすよ。そしたらね、マスケが入るっていう。いやこのね、そうスケが防衛のスケが強い、大砲もいいですね。いい防衛だ。なのでお互いなかなかダメージは入らないですが、僕はてか僕の方がちょっとずつ入るかなっていう感じですよね。よしよしよし、勝ちたいね。相手のさっきみたいな攻めでもう大ダメージ受けることがあるんですよ結構。でそうしたらもうその瞬間もう負けですね。僕のダメージ通んないので、じわじわです。ポイズンだったらもっといいですが、まあ、ファイボだと、ね、相手のマスケとかも若干嫌です。カウンター来るから、うん、ファイボ打っちゃうかな、暇だし。アイスピ削り、スケで延命とか。お、やべ、ちょっとやべ、待って、やべ、さっきからテスラが下手なんや。ちょこれ打っちゃいますね。打って君だけはやっぱ打つだけでね多少ダメージ入るんですもんね。いやうまい、これまあナイトとタルぐらいで、はいはいはい、いや絶対勝てるっすよこれ、絶対勝てるはずだけど、なんか蓋が来て、おいい、いやナイスナイスナイス、これはめっちゃいい。いやでも相手のこの大砲もうめえな。ダックプリが、いやいい樽、この樽大事、マスケ処理。いや相手のアイクロもうまいが、うちの樽優秀。いやスケがうめえな、まあ、26使いってさ受けめっちゃうまいっすよね。いや僕2連続神相性だ。これはこれマジ、あ来た出た、これさっきの
いやマジホグマスケみんなめっちゃ気をつけた方がいいですよ。これすぐやってきますから、ホグ使い。よしよし、はじめ止めてくる、いや止めてくる、諦めたっすねこれはもう。あ、俺のホグマスケが取んねえなら無理だっていう。まあこれがでもそのもしホグを使う側だった時のワンチャンの掴み方とかだと思うんですよね。そうそうそう、ホグがやっぱね、僕施設も取れでもあるから、さすがになかなかやっぱ取んない。クエイクとかだったらね、クエイク削りで勝ったりとかもあると思うんですけど、まあ、それがやっぱ5だとできないからこその、まあ、ああいうホグマスケの差し入れ、あれだって初見だったらもう受けちゃうっすもんね。何回もあのさすがにやられたことあるんで、あれでもなんかね、マスケに5発とか2、3発打たれるだけでもきついので、いやでかいな、こんな神足を引けるんだな動画内で。ほんでもうちょっとなんか綺麗なねプレーを見せていきたいんですけど、ただただ今神相性で勝ってるだけですからね。さあスパーキーだ、これテスラとかなかった、ベビドラとかがないのもちょっと嫌かな。テスラ置けないから今アイスイズないと全部相手のユニットに縛かれちゃうんですよね。スケラ受けしてえなあれ。いやコウモリか、まあ、ダックプリいるからなーっていう。さあスパーキー、ダックプリ、コウモリ、エレキ、ちょっと見ないことですね。スパーキーだけどコウモリですね。ガゴムレレイジとかだと思ったんですけど、さあジャイですね、ジャイスパ、まあジャイスパですね、ジャイスパでコウモリ、ダックプリ、まあがミニペとかいそうですよね。すごいいそう、100ぐらいの確率でいるっすよね。絶対っていう。で、スパーキーにはまあスケラボーイですね。これはまあ2倍タイム入ったら別にしなくてもいいんですが、序盤は止まんないです。スケラボーイしないと。あのコウモリ嫌だよな。ちょっとトルネとかで。いや、テスラが強えな、防衛マジ。植えてるだけで、ニョキニョキ、ニョキニョキ全部防衛してくれる。いや、テスラ強えな、やっぱ。で僕は攻めた覚えはないが、なんか守った残りで相手のタワー削ってるので、まあ、ぶっちゃけもう守れば勝ちみたいな、そんな感じではある。さあここ相手がケツスパー来たらナイトスケラ打っていきたいよな。さすがに来ないか。さあナイトアイズ組むとちょっと高めにスパーキーとか出したくなるよね。暇だしファイブ打っちゃう。でここでさ溶かせたらだって美味しいですもんね。頑張れ頑張れ頑張れ、オッケーオッケー、熱い。さあジャイ来た、まあジャイはテスラでしっかり守っていこう。やべ、テスラが落ちた、一個下に行ったけどそんな関係ないですよね。相手なんかもっとカードありそうなんだけど、思ったより出てこない。スケラとかあんのかな、さすがに。うん、おこれは逆サイドに来たのでちょっとチャンスなのではない、チャンスなのではないだろうかとか思いながらちょっと攻めちゃう。コウモリ来たら取るね、コウモリじゃねえかった、やべ、いやナイス、ミリミリに殴ったのナイスナイスナイス、いやでも守れて、やべやべやべ、急に、おっきく耐える。いや、はしまいジャイ来るな。ジャイコウモリ来る。はしまいジャイコウモリ来る。え、はしまいジャイコウモリ来んのかい。いやー、耐えたらでかい。スケラ打たなかったらよかったですね。僕、バカでした。ごめんなさい。テスラで、まあ、防衛スケラしていいと思うんだよな、これは。じゃないと、きつい気がする。防衛スケラで、よしよし、相手のコウモリも自然とね。行かれてくれる。アイウィズ残ってほしいな、ぶっちゃけ。5打って、ちょっと事故だけは減らしていきたい。いや、ナイス、いい5。さすがにいい5すぎた。で、これ、カウンター両サイ狙いますね、僕。ダックプリ出してあげて、これスケラ打っていいな。で、トルネ欲しいな。後ろに下げたら、このダックプリがね、見て、走れ走れ走れ。メロス、いや、いいエレキだ。ですがここは美味しくねいただけるはず。テスラが
全然防衛しねえ。あと僕守れば勝ちなんで、まあ、無理に今攻める必要はないっていう。あとテスラいっぱい植えることも大事ですよ。植えすぎ？いや植えすぎぐらいがちょうどいい。あとは事故ってなんか入ることとかね、気をつけていけば、いや大丈夫だと思うんだけどな。いっぱい植えて、もう植えるの大事。植えまくって植えまくって植えとけば、あと植えてるやつがなんとかしてくれる。これちょっと怖いな、ファイブッチョ。植えて植えて植えて、ナイス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 。いやテスラ OP、 テスラ OP、 ナイス。植えて植えて植えて、植えまくれ植えまくれ植えまくれ。ごぼうりとかじゃなくてね、ボムとかでもなく、テスラなのがよりね。オッケーオッケーオッケー、ナイス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 。いや大事。スパーキーに対してはもう防衛スキルほぼ徹底ですね。2倍タイム入ったら防衛スキルしなくてもね、意外と守れたりとか、まあカウンターやっぱしたいのでいいんですけど、もうね2倍タイム入るまでは防衛スキルは徹底ぐらいしないと、まあ守れないですよねっていう。いやーでかいっすね。なんか僕のプレイが特別いいわけではないんですよ。本当に今回マジでいいわけではないんですけど、刺さってますね。バルーンホグ来て、スパーキー来て、まあ、スパーキーはちょっとわかんないけど、まあダックプリがね、これはまたいい味出してましたね。スパーキーだって2回受けれますからね。縦に打ってもらえて、その後自分も受けれるので、いやーいいですね。いや熱い熱い、激熱。なんならもう2勝ぐらいで7-4いけるっていうね。沼がどっか行っちゃったな。いやこの勢いでね、爆上げたいっすね。今季ロングシーズンなんでね、8000は絶対いきます。絶対です。さあ来た、よろしく。いやなんだろうな、多分絶対勝てるっていうのが分かんねえな。バルーンとかなのかな。さあ神相性来ればいいな。ペッカとかでもね嬉しいですね。やっぱナイト、ダックプリ、テスラ、ファイボ、ペッカ工場来ねえかな。相手は待ってくるから、まあエレジアイとかの可能性高いですよね。なんかこれだったらやっぱ初手に出してくる。そう、待ってくるってなったらエレジアイとか、なんなんだろうな、スケロイかな、ロイ、クロス、クロスかな。クロスはちょっちゅやだね、ちょっちゅだけね。あー、クロスだ、ロケクロスだな。そうだな、一回でもダメージ受けちゃうともうそれだけでなんかきつくなっちゃうっすよね。でもテスラも嫌だな。まあクロス来たらテスラダックプリで戦うんですけど、相手もバルキリーとか来んのかな。来ない、耐えて耐えて耐えですね。これも耐えてしまえばみたいなことありそうなんですけどね、どうだろう。まあ相手もやっぱ回転早いので、最後の最後はロケ削りだと思うんですけど、まあ序盤は多分クロスを通しに来ると思うんですよね。あんまタルババ使いたくねえけどな。うん、さあ、ロッコスクロスがどっちか。アイスイズの方かな、来ても良さそうだけど、さあ、テスラですね。このテスラ強いよな。俺もテスラ置きたいんですけど、そしたら相手のクロスに対してテスラ置けなくなるんでね。あ、これやべ。バルキリーが地味に入ってる。なんならそっちメインまであるな。いや、いてよ。ハイバトルで使いたかったけどな。すべてはこの橋前テスラが悪さしてる。俺も置いちゃいてんだけどな。そう置けないっすよね。逆サイチャキっていかれるんでね。もう置くか、これは。来たら。いて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 。仲良しすな、仲良しすな。さからの一回防衛に入るクロスですね。暇すぎるな。5打ってもよかったかもしれんな。ここで打ったらちょっと遅いけど、意外といい。で、相手はもう、無理に攻める必要がないって感じですよね。芋って芋って芋ってっていう。さあ、スケラどう通るかな。もう通るかどうかも祈りぐらいですからね、僕はもう。祈るぐらいしかできない。で、やっぱ同サイドは嫌なので、逆サイドに攻めますね。あとはスケラがマジでどれぐらい入るか。全然入らない。いやでも意外とそこそこ入ったんじゃない。もうバルキリー一発でも入れたくないんでね。
さあテスラ大事に、5でもよかったけど、まあまあまあ一旦ね、一旦耐える。アイリス一発欲しかった。からのですよね、クロス来そうなので行く。ジャックピン竹いけ、ナイス。熱いい、いや結構いい、いいいい、いやでも相手の、いやナイス、追いつく。もう少し、今ダックプリンにタケいってたの神っすね。相手も一瞬防衛できた。これ防衛クロスかな、いったの。うん、さあ僕のターンですよ今からは。セミファイブ打っちゃうかな、怖えかな、さすがに。いや打っていこう、もうクロスは、攻めクロス来たら耐える。いやそれせけ、やべめっちゃいい相手の、ナイス、相手のめっちゃいいロキ来たな今。いやーめっちゃいい勝負してる。もう一回ロキ打てるよな相手。いやーもう一回ロキ来たら終わる、ちょっと待って、ロケ来たら終わるてー。まあ最後はねキングに取るのも当ててますけど、当ててなくてもまあ変わんないでしょう。いや勝てそうではあるっすね。まあクララッツそんなもんですからね、全部勝てそうでも全部負けそうではある。さあまあそんなわけでクロッちゃん引きましたね。そうクロスもなんかまあいろんな出来はね今日はちょっと当たりましたが、あの陸ね超カタカタクロス、うん、スケラか、スケラなので意外とこうクロスにも戦えそうだったり、なんか今までいつも勝てないような相手にもねちょっと勝てるのが今回のこの、スケラの形なのかなと思います。ぜひ皆さんもこのね、陸カタカタスケラですね、はい、使ってみてください。というわけで終わります。強ければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れ様でした、またね。